伊勢丹淡々とラジオ始まります。三越伊勢丹の林です。三越伊勢丹の矢部です。この番組は伊勢丹新宿店のちょっとした情報をゆるいトークでお届けしています。今回も伊勢丹淡々とラジオで楽しいひとときをお過ごしください。今回は伊勢丹新宿店5階にちょっと良いものを見つけましたをお届けします。久しぶりのゲストなしで林さんと矢部の2人のトークでお届けします。はい、ということで矢部さん、二人きりは久しぶりですね。久しぶりですね。初心に戻った感じがします。ね、最初の頃はずっと二人でね、はい、お話ししてましたけども、はい、最近はゲストがいっぱい来て、はい、もう言いたいこといっぱい言ってくから。いや来ていただいてね。そういうことないですね。せっかく来ていただいてるんでね、はいはい。はい。で、今日のテーマなんですが、はい、新宿伊勢丹の5階にちょっといいもの見つけた、はい、っていうことですよね。はい。見つけちゃったんですよ。矢部さんがですか。5階に。5階に。ポスト発見しちゃったんです。あら。ポストですよ。本物のポストですよ。ポストってあれじゃないですか。貯金箱のポストとかでしょ。の大きい本物です。本物なんです。本物はい。そんなのありましたっけ。そうなんですよ。ちょっとね、不思議になって、うん、売り場の方に聞いたら、はい、郵便局の方が1日に2回も回収に来てくれる本物のポストだったんですよ。はい、あら。意外と知られてなくないですか。知らないんじゃないんですか、皆さん。びっくりしましたね。隣にカウンターがあって、うん、ちゃんとお手紙をその場で書いて、切って、でも、うん、ちゃんと売ってくれて、そこから投函できちゃうんですよ、うん。便利じゃないですか、お買い物のついでに。カードも買っちゃって、その場で書いて、ねうん。なるほど。じゃあ、ボールペン1本、アーミス1本持ってくれば、はい、もうお手紙が出せるって感じなんだ。そうなんですよ。そんな便利な仕組み、実は、社員でも知らない人いっぱいいたりして。そうですよね。きっとそうですよね。ちっちゃい郵便局がデパートの5階にあるなんて。それ知らなかった。でもまさかあれですね、郵便局員さんがいるわけじゃないんでしょ。はい、いないんですけど、ちゃんと取りに来てくださるんで、うん、その辺のコンビニでよく出す方いらっしゃると思うんですけど、コンビニで出せるんですか。あれ、コンビニも、でも各コーナーはないですよ。切手は売ってるのかな、ね、なんかポストはあるんですよ、コンビニって。あ、そっかそっか、ちっちゃいのが、うんうんうん、でもお買い物のついでに、うん、あの人にカードを買ってなんて、カード買ってやっぱどこかで喫茶店入って買いてなんてちょっと大変じゃないですか。うん、そうですね。どうしてもそうなっちゃいますもんね。はい、カード買ったらちょっと喫茶店入ってこう書いてから、はい、乗り付けしてなんでね。そう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 。でもそこにちゃんとカウンターがあるんでね。うん、もうちゃんと手紙書くためのコーナーなんで。まあね、でもね、今こう、はい、お手紙ってなかなかほら、はい、書く機会がちょっと減って。出ますよね。そうですね、メールとかね、うん、LINE とかで済ましちゃってる人いると思うんですけど、でも私ちゃんと父の日とか母の日とか送るときに、うん、ちゃんとちょっとした手書きで手紙を書いて添えて出してます。さすがですね。あれじゃないですか、そういう矢部さんなんなら、はい、なんかお手紙まつわるなんか思い出話みたいなのあるんじゃないですか。古い話しかないんですよ。古い話を聞き出そう。前私プライベートでよく海外旅行行くって言いましたけど、はいはい、昔まだ携帯電話がこんなに普及してない頃は、うん、絵はがきを行く先々で出してまして。いいですね、旅先から、はい、旅先から裏にこう写真かなんかが載ってて、そうそうです、そうです、その街に行くたんびに今どこの街に着きました。そうそうそうなんですよ。でもね、うん、帰って昔って時間がかかってたので、はいはい、帰ってきてから絵はがきが後から届くとか、うん、もう何、矢部さんが先に帰ってきてるのに帰ってきちゃったんです。後から手紙が来るってこと。そうなんですよ。だから両親なんかすごい心配してて、海外で生きてるんだかどうなんだかみたいに言われてたんですけど、帰ってきてから手紙届くから意味ないわって言われましたけど。今日手紙の話なんですけど、ちょっと矢部さんの旅行の話、すいません、ちょっと脱線しました。ちょっと突っ込んじゃいますけど、はい、お一人で行ってたんですか、海外は。あ、そうです、そうです。あ、だから本当に音沙汰がないと、まあ音沙汰ないと元気かなぐらいの思ってたらしいんですけど。そういうお手紙を、はい、はい、もう海外から帰ってたのが懐かしいって話ですよね。昔ですけど、うん、まあ、でもね、こうやって今時代ですからこそ、はい、こうメール手紙で メールとかね、はい、LINE とかで済ますだけじゃなくて、はい、たまにはね手紙書きましょうってね、手紙書きたいですよね。、はい、うん、そのポストの場所言ってなかったんですけど、あ、はいはい、どこですか。文房具売り場5階の文房具売り場、はい、本館5階ね、はいはい、そこなんで、はい、本当隣にカードとか便箋とか、うん、はい、封筒みんな揃ってますから、本当に便利な場所にありましたので、ぜひ。なるほど、はい、矢部さんがね、はい、このポストの話した
どうしても今日するっておっしゃったから、私ね、はい、見に行ってきたんです、実は。さすがですね、いつの間に。事前取材。実の間に。したらね、その、まあ、お手紙を書くっていう話があったんでね、はい、まあ、じゃあちょっとそこのバイヤーさんにいろいろ話聞いたんですよ。はいはい、したらね、最近こう、新しいポストカード、まあ、出てきたんだって言うんですね。で、なんかね、音が出るっていうの。おー、うん、いいですね。まあ、音が出るのってのは、まあ、正直言うと、昔からあったことはありましたよね。はい、だけど、さすが伊勢丹ですよ、はい。そろそろ秋めいてきましたね、なんか、はい、なんかないですかって言ったら、いやー、秋の林さん、カードがあるんですよ。おー、珍しいですね。誕生日とか結婚式とか、うん、クリスマスとか、そういうのには音付きがあったかもしれないですけど。はい。ちょっとね、これなんですよ。秋のものちょっと山さんのために今日持ってきました。ああ、嬉しい。これ、ね、わかります？このもみじがね、はい、こう散りばめられた、はい、そんなイメージのカードなんですけど。秋の夜長っぽい月がもみじの向こうにあるデザインですね。うん、素敵。で、ちょっとね、ここに、ね、はい、どんな音がするか聞いてみましょうか。あ、はい。おー、むしろ、いいですね。まあ、音楽はまあ当然ね、はい、音楽で楽しいけど、はい、こうやってこう虫の鳴き声を聞きながら秋を感じる、ね、開くとその方からのメッセージが入ってる。いいですね。この音はなかなかこう、ね、いつでも聞けるっていう状態にはならないじゃないですか。うん、そうなんですよ。いいですね。だから秋のね、当然限定なんで、まあ、冬とか夏になったら当然売り場からもなくなっちゃいますけど、はい、聞き入っちゃいました ね、 今ね、面白いでしょ、はい、だからちょっと見つけてきた。面白い。あとね、さっきもお話に出ましたけど、はい、やっぱり定番は誕生日、はい、いやそうですね。誕生日ね、こんなのがありました、はい、お、グランドピアノがね、はい、表紙に書いてあって、はい、このカードを開くと、はい、こんな音がします。はい、あ、なんか豪華な感じの誕生、なんかそこらにあるのよりちょっと豪華な伴奏になってません、ね、グランドピアノさすが林さん、私昨日誕生日なんですよ。え、本当、本当に、本当に、あ、これ打ち合わせなしだよ。これ私のために今日そうそう、なんだ、もう知ってたらちゃんと買ってきたのにそれを借り物ですね。これサンプルですから借りただけ残念いや、あ、本当ですか、ありがとうございます。またね、また一個年齢を積み重ねられて私に少し近づく近づいちゃいましたまあ、これではね、メッセージを書いていただけると、まあ気持ちもね、伝わっていくと思いますけどね、はいはい。さあ、矢部さん、実はもう一個サービスを見つけたっておっしゃってるじゃないですか。そうなんですよ。何ですか？いや、その同じね、文房具というかステーショナリー売り場で、はい、筆行サービス。筆行って、はい、のし袋とか、はい、まあ、武州儀も、お祝いの方もありますけれども、はい、名前当てなかったの大変じゃないですか。斜めになっちゃったりとか。本当に困る。はい、それを書いてくれるサービス見つけちゃったんです。貼り紙してあったんですよ。何て書いてありました？はい、お買い上げした方のみになっちゃうんですけど、のし袋を買わないとダメってことね。そこの売り場で買えばなんです、うん、買いに行ってるんですから、まあ、きっと買うでしょうね。なんか目的があって買いに行って、うん、はいはい、そしたらそののし袋、普通だったらお持ち帰りになって家で、はい、出席までに書かなきゃみたいになるんですけど、それをその場で、うん、まあ、お時間は若干いただく、1時間ぐらいかかる時もあるらしいんですけれども、はい、お待ちいただけるようでしたら無料でのし袋に名前書いてくれるんですって。いいサービスじゃないですか。すごくいいサービスですよね。自分で書けって言われるとね、私なんか字が下手くそだから。なんか難しいですよね、林さんの字って。そう思って。木が2つだと。そうでしょ。バランス難しいんですよ。うん、木が2つに関数字が1ですから。すごい難しいんです。難しい。ちなみにちょっと話出ちゃいますけど、前回、前々回ぐらいでしたっけ？私、三越伊勢丹で一番字画数が少ないんだって言って自慢してたじゃないですか。はいはい。したらその後ですね、はい、うちの部長が来て、はい、いやいやいや違うんだよって、あら、あらあら、実はうちの部にもう一人いるんだ、はい、もう一画短い方が、あー負けちゃったね、負けちゃったね、よく考えたらその方ね、私も上司なんだよ、はい、あれみたいな、あらあらあら、一画短い方がいたんですよ、負けてしまいましたよ。でもその方も書くの難しいんじゃないですか、きっと難しいと思いますよということでね、実はそののし袋のこう書いていただく方はちょっと
林はじめって書くの難しいからちょっと書いてみてもらえませんって書いてもらったんですよ。すごいやっぱプロですね。すごいお上手。やっぱりお上手ですよね。はい。書いてくれると本当にいいですね。こんな綺麗な字を書いてって言うと、なんか出した時こう堂々としてられるというか。そう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 。あの今ね、もうパソコンでも印刷で字書ける時代ですけど、でもこうやってね、手書きでもらうとありがたいですよね。そうですね。確かに本当にこのサービス。でもこの前あれですよ、うちの同じ部で話題になってたんですけど、なんかその同じ社員の結婚式の時にみんな綺麗な字でこうご祝儀袋を持ってきたっていうんで、みんな字うまいんだななんて思ってたら、みんなここの引っ越しさせて頼んでたって伊勢丹社員のあるあるだって聞いて、ね、みんなちょっと知ってる人は知ってるんでね、ご利用されてるらしいんですよ。人気のサービスみたいですよ。そうですか。まあ、ルールがね、いろいろ、まあ、こういう時期によっても変わってくるみたいなので、はい、まあ、もしお客様でリスナーの方で、はい、まあ、ご希望される方いたら、はい、詳細はちょっと売り場の方にね、はい、お尋ねしていただきたいなと思いますけど、まあ、一応のしを買っていただいた方っていうのが、はい、まあ、のし袋ですね、はい、を買っていただいた方っていうことと、それから、まあ、表書きって言われてるね、はい、ところですね、はい、林はじめみたいな、はい、そういうこととか、あと夕方の時間が決まってたりとか、から一人一日一人三枚までとかね、そういうちょっと細かいルールがね、何個かあるんですって聞いたら、なのでそこら辺はね、ちょっと皆様リバによくお尋ねした上で確認していただいた上で、このサービスを受けていただけるといいかなと思います。条件さえはね、すごくいいサービスですよね。はい、ということでございまして、今日は5回で矢部さんが2つも見つけてきたので私大変でした。もう調査がね、でも調査に行って裏取って私はサンプル借りてきて、そう、私は見つけた見つけたっていうだけでいいんですけど、林さんありがとうございました。いえいえ、リスナーの方もですね、ぜひ、この矢部さんの見つけた2つの、サービス、一度チェックしていただいたりご利用していただけると我々も嬉しいなと思います。はい、ということで、本日は、5回のちょっといいものを見つけました2つもということでございましたけども、リスナーの皆様ぜひ、メールだけじゃなくこういうちょっと手書きのね雰囲気というのも今後何か自分の生活の中に取り入れられるとまた楽しい生活になるかなと思います、はい、矢部さん、はい、ぜひぜひそのサンプルの誕生日カードを誕生日カードね、林さんから来るかな、はい、私買い取って後で菊子さんに書いてもらいます林っつって、矢部さん名前だけお誕生日おめでとうはい、ということで楽しく過ごしてまいりました伊勢丹タンタンとラジオでございますが、ぜひ、皆様体調には十分ご注意してこの後もお過ごしくださいませ。それでは皆様さようなら。